ますと、リズムでジェスチャーゲーム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 ジェスチャーゲーム、皆さんご存知ですよね。はい、ジェスチャーゲーム、はい、そうです、あの一人がこうお題に対してジェスチャーでこう伝えて、それを回答者はそのジェスチャーだけを見て何か答えるっていうもんですけども、はい、まあ、今回はリズム用意しました。おミュージックに乗ってですね、リズムに乗りながらこうジェスチャーをしてもらうんです。得意、得意いや、これは得意ですよ。そうです、今まであのなかなかエリックさんに不利なようなクイズとかゲームとか結構してきましたけども、今回はエリックさんの得意分野を持ってもらいましたね。そうです、なのでこのジェスチャーゲームはあのそのリズムに乗れてなかったも、あの答えがもし伝わってもリズムに乗れてなかったらそれは不正解と。OK ですか。なのでちゃんとリズムに乗っていただきたいんですが、今回はチーム対抗戦にしたいと思っております。はい、なので2人2人のチームを作ってですね、はい、チーム対抗戦で、まあ、制限時間2分、2分です。何個できる、伝えれるか。そうです、そうです、多く伝えれた方が勝ちでございます。なるほど、 OK ですか。簡単です。リズムになりながらジェスチャーして答えて、時間2分の間に多くより答えた方が勝ち。おい、これだけです。 OK、 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 そうです。いや、まず、うん、チーム分けからしたいと思います。チーム分けに行きますか、はい、グッパーしましょう。グッパー、グッパー、オッケー、はい、行きますよ、せーの、グーグーグー。どこですか、どこですか、どこですか、何ですか。だからグッパーは、え、グーン、グーン、グーンパー。なんなん、なんなん。田舎の人ってさ、あのグッパーのやり方本当になんか不思議ですよね。ミスってる、ディスってる？犬さんはすごく今ディスってる？何ですか？ミレイのスマイの方面って、今までメンバーに見たんですけど、はい、そのメンバーも急になんかわけわからんグッパーのことを言ってたなと思って。じゃあ都会の皆さんはなんて言うんですか？普通にグーのパー、どれ？ちょっとみんな違うよ、一個ずつ聞こえて。グーとおっぱい、グッドパーで分かれるショッ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 グッドパーや、グッドパー、グッドパーや、分かれましょ、分かれましょ、分かれましょ、グングンパー、それじゃ今のグンパー、グンパー、そのグーンは何だ、グーンはグーン。誰の人採用しますか。はぁ、じゃあ田舎のみんな。うわー、その人のディスってきてる。グッドパーやな。今回はミレイ企画やから私にも合わせてください。はい、じゃあグーングーングーン、パーです。はい、いきますよ。パーパー出したら、出したらみんな同じチームになっちゃう。いきますよ、せーの、グーングーングーン、パー。どっちだ。もう一回いきますよ、せーの、グーングーングーン、パー。あー、分かれた。多いの、多いですね、最近多いです。エリコさん、アイリがチーム、イエーイ、私とサクラチームでやりたいと思います。で、今回ですね、そのお題なんですけども、相手のチームが相手のチームのお題を考えてほしいと思います。なるほど。なので、そのゲームを始める前にまずはお互いのチームでね、はい、お題を、相手のチームのお題を考えていきたいと思います。お題をまず考える時間に入りたいと思います。はい、それではレッツゴー、お題考え。はい、ということで、お題、お互いに書けましたか？はい、書けました。書けました。書けました。え？なんかずっとね、笑ってたんですよ、お題書きながら。めっちゃおもろいですよ。うわ、やばい、ちょっと。でも私らもな、はい、ちゃんといい感じに考えたんで、真面目で、はい、やっぱお題も真面目でしょ。真面目ですよって言ってますが、まあ、お題も書けたことなんで、それではゲームの方に移っていきたいと思います。イエーイ。まず先攻後攻ではリーダーじゃあエリコさんと私でいきましょう。あ、はい、あ、やりたい。さあ、勝負、じゃんけん、ほい、エリコでしょ。うわ、間違い、ね、さっき答えたいか、間違いですか。じゃあ後でやろう。やりましょう。じゃあ先、先、はい、
つジェスチャーゲームしたいと思います。はい、それではエリコさん、アイリチームの挑戦なんですが、はい、どちらがジェスチャーをしますか。じゃどっち一緒とする。うん。それではスタートしたいと思います。制限時間は2分。頑張ります。はい。はい、ジェスチャーゲーム。スタート。君。男ですか？時計時計。リスリスリ
ってなって、なんかあれですよね、ダンなんかそう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 ダンダンダンみたいなやつですよね。よっしゃ、やっぱここで別れた。だってなんかドラマ見てましたもん、これの。あアイビーは知らんじゃったから知らんって、どうやろうなと思ったの。でも何個も全然わからんなりましたよ。なんかでもそれで何ですか、全然わからん。座れた椅子な椅子でこうやってそうやって電車の前で。ああ、なんかだってドア開けてるから乗り物かなと思壊してる感じですね。ここまあ、分からんけど、いや、4問ですか。4問です。わー、最終じゃあエリコ・アイリチームは6問正解で、いや、ミレイ・サクラチームは 4問正解ということで、エリコ・アイリチームの勝利。ちょっと他の、あのせっかくやからやってほしいわ。やばい、やばい。これじゃあ、他のやりたいですよね、また違うのやりましょう。またこれあの2週連続かもしれません。他のお題もみんないつか皆さんの前でできる日を皆さん楽しみにしててください。